どうもです、はい。実は今日はですね、当時はちょっとね、事務所にね、遊びに来てるんですけども、どうしてもなんかやりたいことがあるって言って、カジュアルネタの部屋でじゃあやるかってなったんですけど、何かというとですね、あの寿司だ、はい、寿司だですっていう、あのタイピングの練習するやつみたいな、なんか確か朝倉みくるさんもなんかやってたよね、そうなんだ、そうやってたんやけど、それを当時やりたい言って、できんのって聞いたら、いや実はできるとか言って、ちょっと皆さんに見てもらおうかなと、90秒やったっけ、そう90秒の、お勤めってものかなこれ、のコースをやって、要は知らない方のために言うとここになんか出てくるんですよね寿司のネタが、はいはい、ほんでなんかこう英語が出てくるんだけど、それをタイピングでバーって打っていくみたいな、そうで間違えたらなんか次の問題みたいなことで、そう、はい、それで要は90秒間に何個いけるかみたいなこと、そう、じゃあやってみる、はい、OK、じゃあいきます、はい、できんの、おういいねいいね、あ早い、めっちゃ早いよ。いつの間に？え？ずー。あ、やば。やば、緊張してるな。頑張れ。いや、もう早いよ。いや、だいぶ早いよ。そう。すごいすごい。早い。すごい。いいね。すごい。おお。うん、いやマジ、マジ頑張れ、ナイス、おーい、すごいな、すごい、うん、してんだけどねえ、マジ、うん、おお、おお、早い、おお、ラスト5秒、頑張れ、いやーすごい、いやーいやー、まあ、うん、お得、ちょっと待って、うん、ちょっと当時、はい、え、いつの間にこんなんできるの？なんか学校で iPad 配られて、それでちょっと練習したのよ、うん、すごいよ、できるようになった、もう親父超えだよパパできるんじゃないこれ、練習しないとできへんよな、うん、いやパパできないですよ、パパもパソコン系はできないから、練習したらできる、できないできないできない、すごいよ当時、いやそれすごかった、そう、うん、すごいすごいすごい、ただね当時、うん、僕たちのチームにね、木島くんっていう化け物がいる今度木島くんにこれやってもらおうか、確かになあ、うん、じゃあ当時はまた練習しときや、はい、じゃあまた練習しときます、ちょっと正直、感動しました、うん、そうですか、素晴らしいです、すごい、ありがとうございます、